見せてやろう。我が軍のモビルスーツの性能とやらを。マスターグレード100分の1スケール MS-06F J ザク2は1995年10月にメーカー希望小売価格2750円、かっこ 10% 税込みで発売されました。機動戦士ガンダムより一年戦争を代表するジオン公国軍の汎用モビルスーツザク2を細密なディティールでキット化しました。バックパックと足部のバーニアを組み替えることで宇宙専用の F 型と地上専用の J 型を再現できるコンバーチブルキットです。胸部コクピットハッチは開閉が可能で、内部には同スケールのパイロットフィギュアまで精密に再現されています。ザクマシンガン、ヒートホーク、ザクバズーカ、MMP80 マシンガン、予備マガジン、クラッカーが2個、足部に着脱できる3連ミサイルポット2機が付いています。なんだこのプレッシャーは。戦いとはいつも2手3手先を考えて行うものだ。
1979年、宇宙移民都市サイド3はジオン公国を守り、地球連邦政府に独立戦争を挑んできた。公国軍は巨大な人型兵器 MS カッコモビルスーツを投入し、戦線復帰と同時に地球周辺のラグランジュポイントに浮かぶ7つの宇宙植民都市のうちサイド1、ズ・4を襲撃した。さらにブリティッシュ作戦と呼ばれるコロニー落としを敢行し、地球にも甚大な被害をもたらした。かっこ、この戦争を一週間戦争と呼ぶ。 MS はこのコロニー落としのための作業でも活躍した。コロニーの軌道を変更するためのカプパルスエンジンの取り付けや周辺区域の防衛、さらに作業艦艇の防衛など、その汎用性を遺憾なく発揮したのである。その後サイド5の中域において、後にルーム戦役と呼ばれる連邦艦隊と大規模な空間戦闘が行われたが、ミノフスキー粒子が散布された空間ではレーダーなどによる電子戦が不可能となってしまうため、大艦巨砲主義に陥り、電子戦以外の戦術を想定していなかった連邦軍の宇宙艦隊は次々と葬り去られていった。この時代の宇宙世紀においては目視戦闘が可能な MS が圧倒的に有利だったのである。当時の連邦とジオン公国の国力の差は歴然としていた。連邦軍の将官たちは、領艦がザクの襲撃によって猛沈するのを目撃するまで公国が本気で戦争を挑んでくるとはどほども考えていなかった。公国軍が圧倒的な船の戦力差をものともせず戦争に踏み切ったのは、ザクの量産成功があったためであることは万人が認めるところである。ザクを戦術に組み込んだことで、宇宙時代の戦争は文字通りドラスティックな変貌を遂げ、ミノフスキー粒子散布化という新時代の戦場において圧倒的な物量の差を覆すことを可能としたのだ。この戦争は宇宙時代にくすぶっていた数々の矛盾や問題点を確実のもとに暴き出し、全人類に突きつけた。そして宇宙移民者と地球に居続ける人との間の固執や軋轢を決定的なものとした。この対立はこの後の時代の潜在的な火種となり続け、ジオンの名とともに永遠に語り継がれることになるのである。ザクという巨大な鉄の兵士は、その圧倒的な力で大きな波乱とともに新たな時代の扉をこじ開けたのである。モビルスーツ、ジオンの戦略汎用宇宙機器開発計画は、 MS-05 をザクを経て完全戦闘型 MS-06 ザク2の完成により実現する。ザク2の3番目のモデル F 型は、それまでの MS 開発ノウハウを全てつぎ込んだ傑作機として、ジオン連邦を問わず後の兵器体系自体を塗り替えることとなる。国力において圧倒的な差をつけられていたジオンが連邦に行使へと最大の要因は、本機の大量実戦配備と練度の高いパイロットによる艦隊決戦に代わる新しい戦術によるところが大きい。バカな、この私が。
冗談ではない。宇宙世紀0069年8月15日、サイド3ジオン共和国は報告制の施行を宣言し、ザビ家による独裁体制に移行した。その同じ年、同国の物理学者 D.Y. ミノフスキーによってミノフスキー粒子の存在が実証され、彼の提唱する物理理論に基づく技術体系が誕生した。翌0070年3月、M 粒子散布に伴う電波障害などの特殊効果の拡張事態に成功した国国軍は、同年5月にメガ粒子砲を完成させ、翌0071年、M 粒子散布下における新兵器の開発に着手した。 M 粒子は静止質量がほとんどゼロで、正確の電荷を持ち、目に見えないフィールドを形成する。そしてそのフィールドを伝わろうとする電磁波のうち、ある範囲の波長域の電磁波を著しく衰退させる。さらに濃度によっては超 LSI などの集積回路に障害を引き起こす。そのためレーダーによる長距離探査や索敵、通信などが阻害され、遠隔操作や高度なナビゲーションシステムなどによる、いわゆる近代的な電子戦は、コスト、サイズ、重量などの面で不可能となってしまう。広告軍はこのような環境下において有効な兵器の開発を模索した。そして開発されたのが MS かっこモビルスーツであった。 MS の開発は宇宙ポットを元として始まったという説と、宇宙戦闘艇の開発途上で計画が変更されたという説がある。だがしかし、どちらにしても MS はボディに支障をつけることで作業効率が向上し、姿勢制御の際に消費する膨大な量のプロペラントを説明し、宇宙空間において圧倒的な機動性と運動性、さらに汎用性を獲得できることができた。当初は不可能と思われていた複数の要求に応えることが可能となったのだ。さらに M 粒子が散布された空間では、目視による戦闘が不可避となる。人間の形を模した MS は近接戦闘にも非常に柔軟に対応できた。まさに広告軍にとって理想的な兵器だったのだ。 MS がほぼ現在に近い形を獲得したのは、研究の開始から2年後の0073年で、 MS の名を冠されるのもこの年であった。さらに何度かの改良を重ね、年内にはミノフスキー型超小型反応炉の搭載も完了し、翌0074年2月 MS-0 号が完成。ザクと命名された。ザクは0075年5月までに30個ほどが量産され、パイロットの養成や戦術の研究が行われた。それ以降改良を加え、実戦使用機とされるタイプを B 型とし、実戦部隊の編成も B 型によって行われている。そしてそれまでに量産された初期のタイプは A 型として区別されている。 MS-0 号は優秀な機体であったが、各種の戦術や部隊編成、また大隊規模の作戦行動における稼働時間など、さまざまな問題も表面化していった。量産は A、B 型合わせて約800機を超えた時点で終了し、地球侵攻を想定した特地専用 MS の開発計画が立案され、並行してザクのさらなる高性能化が模索され始めた。そして誕生したのが MS-06 ザク2である。 MS-06 は MS-0 号の量産によって得られた技術面な蓄積と、0076年に始まった特地専用 MS の開発計画における想定されるあらゆる環境に対応するためのシミュレーションを経て、 MS が持つべき汎用性の拡大を主眼において開発された。今後の戦略において、広告軍が必要とする多様な作戦行動に沿ったステップを達成するため、 MS 開発の体制は刷新され、機体開発も抜本的に見直されることとなった。この時点で機体の開発高度は更新され、新たな強靭機の開発が始まった。一説には
高騰する開発費の折り合いをつけるため別の兵器の予算枠を割譲されたというものもある。そして MS ゼロルフは名実ともに広告軍の主力 MS となり、ザクの名を世界に知らしめる武器として誕生するのである。この時期に提出された多種多様な広範な汎用性を持つ MS と局地専用 MS の概念は、その後に開発される MS のあらゆる方向性をほぼ完璧に予測していたとも言われている。 MS-06 ザク2は0078年1月から量産が始まった。最も初期の機体である E 型はショルダーアーマーのスパイクが採用されておらず、生産はかなり早い段階で C 型に移行している。そして反応炉の性能向上と動力伝達パイプのぶどまりが安定したことにより、ザクの生産の主流は実質的な標準機である F 型に移行した。この時期以降、多少のパーツ更新などを除いて広告軍の MS 生産施設はほぼ全てが F 型の量産に振り向けられている。また量産体制の拡充によって戦略の選択肢が拡大し、地球侵攻を想定した機体の生産も決定したのである。 F 型に求められていた汎用性は無重力空間での標準的な機動性とコロニー内での標準的な運動性、そして地上での標準的な稼働と走破性である。そのため全ての環境において一長一短であり、いずれかの機能が別の機能を阻害しているという側面も否定できなかった。つまり逆に言えば、運用条件を限定することで能力向上を行うのはさほど難しいことではなかったのだ。開発当初から局地専用 MS の開発ノウハウが盛り込まれていた MS-06 は、量産ラインに多少手を加えることでいくつかのバリエーションを生み出すことが可能だった。また技術発展を見越した形で指導力炉の換装が容易なように、動力伝達系が独立して設計されていたからこそ、C 型から F 型への移行がスムーズに行えたのである。 S 型は空間戦闘能力は向上しているものの、地上での性能は標準的な F 型を超えるものではなかったし、大幅なプロペラントの増加は重力下ではデッドウェイトとなっていた。つまり複数の環境に対応できるという汎用性は、特定の環境での稼働効率を著しく低下させる足かせともなりうるのである。地球侵攻作戦が現実的な選択肢として戦略に織り込まれたことで、空間戦闘を想定しない純地上装備の陸戦用 MS が必要とされた。本格的な地上用 MS の設計は進行していたが、まず F 型の量産が優先されていたという事情があったし、現地でのデータが収集できないことには本格的な専用機の生産が行えるはずもなかった。シミュレーションによって重力下での稼働想定は可能だったが、それはあくまでも F 型を基準とした仮想値でしかなかったのである。つまり全てが仮定に基づいた理論値であり、 F 型の実動条件やパーツの改変を行う程度のデータを得るのが精一杯だったのである。ただしコロニー内での稼働実験によって重力化という環境はある程度判明していたし、地球環境の天候シミュレーションも十二分に行えたのである。逆に言えば MS-05 以来の膨大な実動データによって F 型から空間戦闘用の装備を取り除き、プロペラントからは酸化剤を説明し、指導力炉の冷却などの問題点を解決できれば F 型の量産施設で地上型の生産が可能であることが明らかになっていた。そして少なくとも0078年10月に国家総動員令が発令される頃には80機程度の J 型の生産が完了していたと言われている。 J 型は F 型の改装機であり、大きな改造は行われていないような印象があるが、実際には反応炉からの動力の取り回しや風冷構造の採用などによって反応炉周りの基本構造が異なっている。ただしこれ以外は重力化でデッドウェイトとなる各種装備を取り除いた上、オプション装着用のハードポイントを脚部に増設しているだけである。つまりこれだけの改装で F 型は陸戦用 MS として生まれ変わったのである。これはまた別の意味で MS-06F の持つ汎用性を実
必勝しているとも言えるだろう。そして F 型はもちろん MS 開発のテストベッドとしても MS の発展に寄与している。それらは様々な実動データが蓄積されるにつれて多様な形状の変化を生み、砂漠専用 D 型、水陸両用の M 型など無数のバリエーションを生み出している。ちなみに広告群の生産工場ではいわゆるライセンス生産的に多数の企業に関わっているため、同型の機体パーツであっても担当する技術士官の設計思想の違いなどから別のハウジングが行われたりするような事例が起きていた。例としては生産工場の違いによって肩部のシールドやスパイクアーマーの設置を肩の脇にするか上にするかなどの些細なしかし大きな違いなども生じている。また地上戦やコロニー内戦闘を想定した結果、大気内の陣合ダスト、侵入や装甲の間隙を可能な限り減らすため、腰部の装甲に軟質構造物いわゆるラバー系耐熱装甲を採用したバージョンなども作られたらしい。ともあれ MS-06 系の機体が1年戦争終結までの間に3000機を大きく上回るほど量産された事実が、この機体が優秀であることの何よりも証明であることは間違いないだろう。この機体こそが宇宙世紀の歴史を変えたのである。バリエーションタイプ。ジオンはブリティッシュ作戦により廃墟と化した北米を中心に地球上陸作戦を展開する。この時投入された機体は F 型から派生した J 型であった。戦線拡大により前線からの要望は後を絶たず、特に様々な気候風土を持つ地球の環境は汎用性の高い策を恐竜的進化によるデッドエンドに追い込むこととなる。それら大気圏内 OMS のバリエーションは J 型を起点としているが、F 型の
宇宙空間での必要なシステムを取り去った本体は外観上 F 型と大きく変わることはない。トワイライト・オブ・ゴッド。一年戦争序盤に連邦を圧倒した族であったが、戦争の膠着化はその後の MS 開発の方向性を大きく変化させてしまう。ジオン MS 開発の方針は族を基本形とするバリエーションタイプの開発に終始し、本来であれば実践のデータからより完成度の高い次期 MS 開発に移行すべき時間と国力をいたずらに消費する結果となった。族の次世代機ゲルググが実戦投入されるのは戦局も極まった対戦末期であり、バワクーの最終防衛ラインを守る主兵力となったのはすでに老兵と化した族であった。傑作機と呼ばれたドッキの悲劇がジオンの黄昏の姿を象徴している。見せてもらおうか。
新しいモビルスーツの性能とやらを。良い動きをするな。
ボタン、そしてその他の動画もぜひ見てくださいね。